久保さん、おはようございます。動画2つ送ってしまっていたので、で両方とも動画送っていただいたので、今度2つ目の動画のお返事をさせていただきます。この先ほど1個目の動画で、言っていただいた人の悩みにアプローチするコンテンツを作りましょうと、お金、健康、仕事、恋愛、4つのクワドラントになってますね。確かに、あの十字の中にそういう絵にしとけばよかったなと思って2個これを聞いて、あ、これちゃんと4分割できるものなんだというところでね、あ、そうかそうかと、そうかそうかと思ったんですけども、で今回は実績で恩返しっていう話ですよね。どこがそのどこなんだと、明確な数字で、というか具体的な、ところでしっかりと明確にならないと、結局その、実績としてその形にならないなんじゃないかみたいないうお話をしていただいたのかなと思ったんですけど、その久保さんが、セルフバックをして3年間で1億円達成したというお話を絡ませながら、ただその当時経営してた麻雀店の方でも、もう3000万が、赤字になっていったっていうところなので、っていうところは、まあ、あるにせよやはりその目標っていうのをしっかり立ててやりましょうっていうお話を動画の中でしていったかなと思っていて、でこれも速稼塾の塾生さんの話ですかね。目標はどこにあるんですかみたいな、期限と数量で答えると言われたらやりにくい、確かに、やりにくいけど、それを目標にすれば、まあ、モチベーションが落ちない本当に、なるほどなるほどなというところがあります。少しちょっと自分の話で言うと、あの吉谷さんのコンサルを受けた時に、年収違う、1000万稼ぐ保証という形の企画に乗ったんですね。自分が、まあ、乗ったというか、まあ、そういう企画がありましたと。で1000万稼ぐまで、まではずっとサポートします、コンサルしますと。だから早く1000万稼いでくださいねという企画だったんですね。自分にはこの企画というか、このサポート内容というか、これがすごく性に合って1000万いけばいいんだなと。ともかく1000万、その時の当時はまだ1000万とか、もう当時というかその時は1000万という数字も何も考えてもなくて、ともかくそこに行けるんであれば、あ、これは乗るしかないというところで、決まったというか決めたという経緯が自分もあって、でそこの、だからそこをですね、その目標、数字があったことによって、この1000万という数字の目標があってあったことで、今も自分もこの世界でしっかりやろうというところだけの気持ちが残っている。ただ久保さんの言われた期限ですね、期限、数量は決めてたと。1000万という数字は決まっていた。じゃあ、あとは期限だと。自分の中でこの期限が、まあ、決まってなかったというところが、やはり大きな問題だというところ。これは吉谷さんにも毎度毎度言われてて、ペースがね、マイペースなんだと。ただ、マイペースのままで、その1000万にいつたどり着くのですかというところは、まずと言われていて。これは久保さんが、体育会系の話と絡ませて、言っていたグランド10周っていう数字、その数字があるからこそ、その頑張れると人は頑張れるっていうことを、もうそうじゃないと目指せないと、そうじゃないと目指せないんだよっていうお話もしていただいたかなと。確かその他の体育会系でもなんか熱い、野球部とかでダッシュ300本とかあったりするときは、もう確か300本はもう気力で
走ると、初めの全力で走るのは、まあ、5本ぐらいだと、残りの295本はただその300という数字に向かって、ただやってるだけの、全て根性だけでやっているんだっていう話を聞いたことあるんですけど、その目標があるからこそ本当にいい頑張れる、まあ、それはこれは本数の話かもしれないんですけど、月に50万と決めたらその売り上げが出るまで発信し続けるしかないっていう話も、そういう話もしていただいたかなと思って、まあ、自由になるために YouTube を始めて、なのにそのいつまでたっても自由にならない、なれば変わらないと、ただし、その自分で、自分を経営する、これも吉谷さんも自分で自分を経営していかなきゃいけないんだよと、自分で自分を経営するんであればその経営するところを必死で考えて、思考停止にならずにいろんなことを考えて、もうやっていく、それが非常に大事ということを、同じことを久保さんももっと言葉を変えて言っていただいたんじゃないかなと思っていて、その総務のお話もしていただいて、その中間 業務とか、中間、ちょっとことが中間財務でしたっけ、ちょっとそこまで、あれなんですけど、そういう自分が、いくら稼ぐって決めて上で、そこで、どういう方法をやっていくのか、そういうところっていうところをしっかりやっぱり決めれるからこそ進めれるというところがあって、本当にそこっていうのはやっぱり決めることを、決めるからこそ頑張れる、というお話もしていただいて、本当にまずいくら稼ぎたいか決めていると、そして期限ですね、そこをしっかり決めていく、たとえその口に言い出さなくても心の中に秘めておく、中間業務ですね、中間業務で、そういうところをしっかりと心に留めて、やっていく、というところをしっかり必要だなということを動画で、前回の動画で教えていただいたのかなということを、すごく今また改めて、しっかりとそこに向かって走っていくというところを決めて、だからこそそのモチベーションが落ちないというか、モチベーションというか、ただその目標に向かって走っていく、歩いていくということをすることによって、ゴールに達成する、ゴールを達成するというところをしっかりやっていきましょうというお話として受け止めさせていただきました。なので今回こういう稼ぐ人はいくら稼ぎたいか決めている、そして期限も決めているですね、書いてないんですけど、というところをしっかり心に留めて、また引き続き頑張っていこうかなと思います。ありがとう、動画ありがとうございました。タカでした。